野本武一は埼玉県出身の部落解放運動家、部落解放同盟中央執行委員、総理府童話対策審議会専門委員などを歴任した。市政治として埼玉県北足立群桶川町大和町屋616番地に生まれる。両親はビトココンであった。1922年、桶川小学校在学中から、 埼玉県水平社に参加。1927年、神田電機学校中退1930年、桶川町に、全国水平社桶川町支部を結成。1936年、全国水平社埼玉県連合会所記長に就任。1938年、人民戦線事件で逮捕。同年、ブラック出身を隠したまま、 栃木県出身の一般民の女性と結婚。戦後、1946年、ブラック解放全国委員会結成に参加。1947年、埼玉県議会議員に当選。この頃、夫を交通事故で亡くした未亡人と知り合い、懲役金や生活保護の口利きをしたことがきっかけで、この女性と不倫関係になる。1950年、日本社会党から、 除名処分を受ける。1953年、ブラック解放委員会埼玉県連合会書記長に就任。1955年、ブラック解放同盟埼玉県連合会書記長。1955年、ブラック解放同盟常任中央委員。1958年、ブラック解放同盟の支部を確立するために、関東や東北の被差別ブラックをオールる。 1960年、内閣同和対策審議会専門委員。1961年、ブラック解放委員会、埼玉県連合会執行委員長。1966年、内閣同和対策協議会専門委員。1971年、埼玉県ブラック解放企業連合会所代理事長。1972年、ブラック解放同盟中央執行委員。 長女は、植木鉄製夫妻の仲人で、妹林氏の甥いと結婚。竹一の没後、長男の野本勝彦が後を継いだ。ありがとうございます。